もう始まってんですか？そうそう。おたふくを書きます。おたふくを持っていないんです。でも昔友達が河原で拾った石におたふく書いたのがあるので、まあこれをなんとなくのモデルさんとしてここに駆け写したのがあるので、それをこれとか見つつ書きます。絵手紙リリチューブメイキング編。今日は筆で書かずにダーマトグラフで書きます。で、なんとなく柔らかい感じにしたいので黒じゃなくて茶色で書こうと思います。スケッチハガキっていうのに書いてみます。縦向きに書きます。とても苦手なのです、顔を描くのは。だから一発で描くのは全くもって自信はありません。でも自信がないこともやったことないことも挑戦するのです。挑戦、前置きが長い、すいません。そう、目描くときに右利きの人はこう右から描くよりも左から描いて、でそれのバランスを見ながらこう描いた方がかっこよくできるという。こっち右こうやって先に描くと手でこう隠れてどんな目か見えないから、右利きの人はよ、左をこう描いてこの左のアウトラインを見つつのこういう風に書くといい、ね、でもどうする、思い出したのでって話ですよね。でも難しい。他を書くのは苦手なのです。苦手なことにも挑戦するのです。もし筆だったらハードル高すぎてやらなかったと思うけど、ダーマトでハードル下げてやってます。えらい？えらいね。みなさん一応できてるけど大丈夫かみたいな豆かいちょく。あ、難しかった。めっちゃ難しいです。おたふく、私にはですよ。多分画線紙はがきじゃなくて画用紙なのでにじまない、全然にじまない、全然にじまない。ちょっと赤くする。節分の時に鬼まわすと福は打ちって豆まくけど、豆まいて鬼が一旦勢い弱まって退治できたって思ってるんだけど、豆がなくなったらまた暴れ出すんですよ。その時におたふくさんが来て、おいおいお兄さん、そんな暴れちゃダメじゃないの、みんなが怖がってるじゃないのみたいな、どう言ったか知らないけど、諌めて改心させる役なんですよ。おたふくさん優しい微笑みとかに鬼のね心がね動くんでしょ、ね、ささくれだった心がですよ、おたふくさんのね笑顔で癒されるんだと思うんです。そういうことなんですよ。知ってた？知らなかったんだけどね。面相筆で塗ってますけど、まあまあいいや。
ちょっと広い部分は大きい筆で、ね、塗った方がいいと思うんだけど、ちょっともう瞑想筆で黒取っちゃったんで、あ、でダーマとは顔彩を弾きます。去年おたふく描いて失敗したのは、まあ、筆で描いて目のバランスとかが形ばなってたとか、あと目玉を入れたので目玉がギョロっとなっちゃって怖かったです。失敗を踏まえて今回は目玉は入れません。あんまりここ濃ゆくなくてもいいんじゃないかなと思います。河川紙じゃないから全くもってにじみません。で、ほっぺたをちょっと勾配で線紙じゃないのでにじまないので、こう丸くしてあげないとズワーって広がってくれないという、そういうことです。で、下手じゃねえ色塗り、あ、ちょっと中心だけちょっと濃ゆくし、わお、濃ゆくしようかな。中心だけ、寂しいよね。文字入れるからいいか。もうちょっと髪の毛黒濃く入れようかな。もうちょっとね、真っ暗な感じ。あ、もうおたふくさんの下塗りでいいと思います。これ画前紙じゃないからこう引っ張って塗っても大丈夫。なんとなくやってたと思います。笑顔薬よく効くよということで、笑顔でいると周りのみんなも優しくなる、自分も穏やかになるという笑顔薬よく効きます。そんな感じ。今日はお誕生日だから食べに行くのです。お誕生日に50、ね、年齢がバレるけど、はい、53歳かけ染めです。53歳のかけ染めはおたふくでした。イラストは苦手です。モデルさんがないととても不安です。なんか熊の上から角が出てるって感じになってる。いいんでしょうか、いいんでしょうか。
癖なんで右から先書いちゃうな。大丈夫かこの女。 YouTube に流していいのか分かりません。髪の毛を使用じゃん。これを使おうと思っているんです。じゃん。でも、あの、こういうポイントコロナ対策行きましょう。あ、指にもうこういうポイントつけたから汚くなってんの。ティッシュがくっついてたの。ちっちゃいラッカーにしたいと思います。ちょっと歪んだか。矢島井さん、この動画が参考になった、絵手紙やってみたいと思った、そんな方はぜひチャンネル登録やいいねボタンを押してくださるととても励みになります。コメントもお待ちしています。登録ボタンの右にあるベルのマークを押すと新着動画のお知らせも届くので活用してくださいね。絵手紙リリチューブ、いつも見てくれてありがとうございます。また絵手紙一緒に楽しみましょう。